で、これは私の中ではその一つの構成よ、手段に過ぎないんですね。ですから、あくまでも表現の手段ということで、途中からだんだんその大きさとか制約がありますよね、銅版って。もうちょっと大きいものを作りたいっていう時には、木版と併用かなっていうことになってきたわけですね。それで、大きさを大きくしたいこと、それからやはりそのミクストメディアの、その何て言うんでしょう、面白みっていうのも興味があったので、そこに組み合わせてね、で最初は木版に銅版が結構たくさん載ってたものだったんですけど、最近の作品はもうその銅版の気分が取れて、それでこのパーツだけになってきたわけですね。それはやはりこうやってるうちに、その最初からこれをこう したいと思っても絵っていうのはね、変わっていかなきゃ嘘で、こうしたいと思っても最後になったら変わって当然だと思うんですよね。でそのプロセスの中で細かいパーツが象徴的な記号のようにこう木版の上に乗るようになった。でこれはハンス・ホフマン の押し合い引き合いっていうね、理論にもつながるんですけれど、結局下の木版は透明性のある絵の具を使いますね。で上は銅版の油性インクですから不透明、そうするとそこでこう奥行きっていうかね、色の、ね、レイヤーでも、これは私が敬愛するフランケンサーラー、その人も結局 色で奥行きを出していくね、遠近両用両義的な表現にも色の面レイヤーで出せるという考え方ですよね。これクレーも同じなんですよね。で最初はその私が学生時代にもその本をこう分厚い本を素晴らしいと思って買って、その時からもう本当に私が尊敬するっていうか、だからいろんなことを組み合わせてね、だから版もいろんな表現方法があって、そのどうやって組み合わせるで、私はこうバーッと作っていくわけですよ。そうするとそれがどっかの絵に当てはまるわけで、それで そのいつもこの絵のためにこれをっていう、もちろんそれもありますよ、イメージがあってそのために作る、だけどそうじゃなくてざーっと作っといて、それがこう面白いようにフィットしていくんですよね。だからその辺はもう彫刻でも同じです。例えばバラバラに作っといて組み立てていく、だからいかようにも例えば次の時はこれを外して違うものを入れることでまた感じが変わっていくっていう、そういうわけで版画だけではなくて、いろんなことで一つの絵画、世界を構築して。